あ、やべ、乗り物リスポンしればよかった。あー。いや、大丈夫、俺らには立体軌道がある。立体軌道。ウィー、全然進む。これスピードはあんまりねえんだよな、別に。うん。やべ。最高設定にして、ちょっと最高設定にしてみるか、試しに。動かなそう。動かねえことはねえと思うけど、俺すでにパソコンのファンすげえうるさいよ。マジかい。はい、最高設定。ね。旧世代機やばそう。右上に出てると思うんだけど、今非戦闘状態でだいたい 90fps ぐらいだけど、はい、まあ、だからこれ多分フルハイビジョンにしたらもうちょっとフレームレート上がるだろうけど、まあ重たいでしょうな、このタグのゲームは。ちょっと僕はちょっともうちょっとフレーム欲しいんでミドル設定にします。まあ製品版になればもうちょっと軽くなるでしょう。うん、ちょっとお手頃な立体起動場所はないかな。ここだ。すごい、俺なんか、ね、固定基準になっちゃってんだけど。最悪。固定基準。ああ、それなんか俺もさっき固定基準になったんだよね。ランダムかもね、そのあたりは。いらないよ。いらないよ。そうだね、今ミドル設定でだいたい 100fps 前後だから、設定最高設定から下げてもあんまり変わってないんだよな、フレームレートが。どういうことなんだろう。どういうこと。そうだね、まあ、BF4 の時も当時あれクソ重かったし、同じようにだんだん軽くなっていくと思うな。軽くしてくれ。軽くしてくれって言っても君 RDX だろ。いやー、全部低設定にしないと 60fps 出ないんだよ。同じくだってあれだよね、ワイドもスクリーンモニター、そう、ワイドスクリーンモニター、ウルトラワイド UWQHD。 あなたはだって RDX の3070か。うん、で、ローで 60fps くらい。ローで 60fps。 それきついな。マジきつい。そのゲーム本当にプレステ4で動くな。動かない、絶対動かない。まず、64人になってるから。よし、俺 D1 取る。あ、まあ、人数か。 D1 5人いるね。ちょっと上から打ち下ろせないかな。あ、ちょっと俺カウント下げすぎたかな。もう感度下げすぎたわ。俺もちょっと感度下げすぎたかも。こんばんは。こんばんは。あと一人どこだ。やべ、どこだこれ。まあ、そこに。よし。よし。はい、D1 確保。あ、待って、これ数値上さ、43とか50とかだけど、0.5 あるこれ。あ、そうなんだ。0.5 ある。表示されてないけど 0.5 ある。いや、これデフォ武器すんげー当てやすいな。わかる。だってパパパパッド FPS プレイヤーだったら俺でもこんだけ当てれるんだから、初心者に優しいゲームだ。初心者に優しい。反響には優しくないゲームかもしれないよ。あかん。ハンドガンマグナムみたいな。え、これやっぱ仲間のヘリ飛んでる。あ、これ輸送ヘリかな。うい、うい、あ、届か。あね、こういう時に立体起動装置の出番ですよ。はい。俺立体起動使えねえ。それはドンマイすぎるな。俺 C2 確保する。くっそ。そうなんだよね、なんか降下時はやたら高速なんだよね。パラシュートになった瞬間急に遅くなったりして。
多分確かね、これ以上登ったら拠点に噛めないはずなんだよな。で、あ、だって登って敵登ってったぞ今。あ、ごめん、やられた。あのスノーの敵はやった。めっちゃ下やらぶってさ。何ヒューマンホールフラットみたいな。ヒューマンホールフラット。あ、攻撃ヘリ来た。ちょっとこれで遊ぼうかな。ほれ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 。くそ、壊しきれてない。楽しそうだな。ほれ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 。あ、ヘリ楽しい。くぅ。ミサイルロックされてね、大丈夫。うまいこと逃げてる。あ、ちょちょ、不時着しちゃうよ、大丈夫。もしもーし。運転手がヘリの操作を誤ったみたい。運転手。あの、ヘリのね、機銃側操作が結構面白い。口径がでかいのか、割と広範囲に当たってくれる。俺さ、このビB 拠点さ、B 拠点これどうやって内部から最上階に行けるのかわかんないんだよな。内部から最上階に行けないのかもしんないな。なんか、行けなさそうな気する。ここからは行けるよね。もう中にエレベーター用意しときゃいいの。あ、やべえ、地上に3人ぐらい敵いたよ今。え、地上に登ってくるかもしんないよ。クレームとかないの？見とこうか、見とこうか。あ、めっちゃめっちゃいる。見とこうか。ゴキブリみてえだな、俺。登ってきたら殺そうぜ。あ、登ってきてる。来る？やった。まだ来る。まだ来る。あ、降りた。来た。あっ、え、どっ、おお、やってナイス。ちょっとそこで押さえて。やっと押さえて。あ、玉切れ。あぶねえ。じゃあちょっと生き残って、そこで。つうか、敵パラシュートつけたまま上に登ってくんの面白すぎるんだけど。いや、わかる。あれ、バグでしょ、どう見ても。おかしいだろ、マジで。ちょっと、仲間みんな監視してるし。俺はパラシュート登ってくんだもん。行くぞ。あ、乗り物あるわ。マジで、あの、バントでホームラン打つぐらいの衝撃だわ。ちょっとこれ、この車すごい運転しにくいんだけど、絶対電気自動車でしょ。あ、ちょっと敵いる。あ、ちょ、無視。ちょっと何もできねえ。あ、ちょ、無視。あ、ちょ、無視。痛い。やべ、めっちゃ敵いた、ここ。ちょ、一旦乗り越えよう。おー、視点がやばい。よし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 。俺の視点、車内だからやばいんだよね。ここから歩兵迎撃できるかな。いける？無理かも。ちょっと裏から、あの、とりあえず拠点目指そう。うん。あ、やばい。いや、ヒットマーカー一生出るバグになってる今。出た。あ、一人どっかいるね。気分は神エイムだわ。敵一人どっかにいるわ。おる。いた。森蔵。よし。なんか今にもミサイル発射しそうだけどね。ねえ、これなんか死にそう。多分これ内部になんか発射ボタンでもあんのかもしんないね。ああ、押してえな。ちょ、内部行ってみようと。さっき発射するときプープー鳴ってたんだよね。鳴ってたよね。うん。あれ、でもここファイヤーするよね。うん、ファイヤーするね。じゃあこれ上部か。ちょっと上行ってみよう。それ立体起動使えねえんだよな。
でもこんな近くに発射ボタン置くか。まあ近くには置かねえよね。なんか近くには置かないよ、ね、どっか別のさちっちゃい建物とか。そうそうそう。ちょっと思い当たる場所がないな。ねえな、つうかチケットの数今見たけどやべえな。やばいね。やばい、4桁もあるチケット。ボックス行こうぜ。うん。あ、でもなんかさ、あの隣のあの鉄塔の上、うん、ありそうだね。あんなとこにあんの。あそこもだいぶ危険だと思うけどね。ね。これ F 取れてね。取れてる。あ、待って、歩兵見。歩兵見？やったわ。山登ろう。うん。だって人も多いから、なんかはぐれ兵士とかいるよね、なんか結構。うん、いるいるいる。山猫兵士がいる。やべ、山猫兵士。登山ゲーム。登山ゲーム。アルファ行こうか。行くか。これちょっと太陽眩しいな。わかる。光をどうにか減らしたい。うん。いや、中身パラシュートな。マジ？この仲間救助待ち、もしかして。ちょっと行ってみるか。仲間それどこで死んで？やべ、裏世界が見えた。仲間？仲間今助けるよ。待って、あ、死んだ。死んだ。じゃあもういいや、アルファ行こう。いやー、ずるいそれ。Let's get going! だから、こっちは。いやー、この固定機種、役に立つんだかよくわかんないっすよ、マジ。いや、それね、さっき敵の固定機種に遭遇した敵いる。あ、いた。やったね。助かった。おぉ。やっぱこういうはぐれ兵士がいるんだよね。いるよな。さすが64人体制。動くんか。うん、旧世代機、あ、そっか、一応旧世代機もベータ解禁してるから、みんなやってんのかな、ね、そうなんだよね、64人なんだよね。なんか草とか一切生えてない、のっぺーとした山草、山そう、山そう。不毛地帯かもしれない。不毛地帯。いたいたいた、戦車いる近くに。うえー、だって家の中いるわ。うん、ダメだった、俺も死んだ。あ、死んだ。あー、B1 脇して D1 に行こう。ビル脇。B1 脇。はい。わわわ、ヘリ来てる。え？し、無理無理無理。降りろ降りろ。危ない。さっさと降りる。お、なんだ？兵士。お、兵士。あ、兵士やった。パラシュート降下中の兵士、割と簡単に撃てるんだわ。それ。そうかもね。山のっぺらなんだかな。死んじまったよ。ちょっと俺クソエイム。ありがてえ仲間。俺まだ生きてるよ。 D 行くぜ。いいね。行くぜ行くぜ行くぜ。うわー、やべ、めっちゃいる。やべ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 。あ、いかん。あ、いかん。ちょっとジップが出なかった。あ、いかん。多すぎ。めちゃくちゃいるよね。もう一回ビルから行こう。うん。ちょっとパラシュート早めに、いやでも早めに開いたら下の歩兵から撃たれ放題撃たれるんだよな。この辺で開いて、よし、結構地面スレスレで開いて、誰も撃たないで、誰も撃たないで、いける、よし、取った、は
ち放題だぜ。打ち放題だぜ。あれ、ちょっとあなたも俺に弾を届けてくれ。どこにいる？ D1 の建物上。あ、死んだ。あー、あ、ちょっと仲間分他の分隊員がいいとこにいるから、こっからフォックストロットに行こう。あ、これジップじゃん。あのね、こういうところをこうしてね、こんなことができるんで電線のね、送電線に乗れるっていうね。こういうところで途中で外して、あ、いて、こういう敵やっちゃったりしてね。よし、あ、いて、お、どっから撃ってきた。やべやべやべ、あ、いて、やべやべやべ、あ、山にいんのか。誰みんなさ、送電線の高所にいるのか知らないけど、知らんとこから降下してくんのよ、敵が。いや、ちょっと内部から F1 を取ってみせるか。敵いる。F1。敵、歩兵3人か。アシスト、おい、やった。2人まだどこにいる？なんかバギー乗ってる。やり。俺、逃げるんだよ。あと一人。やったけど、やれてない。あ、後ろ。ああ。やり。ナイス。あ、待って待って、敵いる。敵いる。あ、やられた。ああ。あ、B 取られてるんだ。B ちょっと側面ダッシュ行こうぜ。一番楽しいやつだよ。一番楽しいやつ。あの、さっきみたいに上で見張られてたら困るけど。まあ俺はちょっとね、ジップでさっきからショートカットするんだけど。せこい。威力って置いててやるからいらねえよ、まだまだいらねえよ。どうかな、これ上見張ってっかな。大丈夫、わかんないんだよな、こっからだと。ねえ、さっきからパラシュート透けていろんなところに見えるんだけど。わかる。一応武器構えたまんま上昇できるから、まあ、これでなんとかするしかねえ。なんとかするしかねえ。よし。めっちゃいる、めっちゃいる。やられた。めっちゃいる。ヘルプミー。俺もう上登っちゃったで。あの、側面の溝にたくさん敵いる。気をつけて。みんな登ってった。あー、相打ち。はい。じゃあ、どうしようか。C2 脇してお隣 C1 を取りに行きたいの。マジで水いっぱいいるやんけ。マジたっぷりいたわ。いすぎ。あ、 C1 拠点結構敵いるな。ねえ、お、なんだこいつ。おい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 、あ、いや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 、うん、マジおらんくねえし。あ、今おらんのかな。いや、押されてはいないな。今大差で勝ってるな。今ちょっといるわ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 。おいと、ちょ、後ろにもいるじゃん。おいと、やあ、 SMG か。ちょっと待って、強いような。何あの SMG、 めちゃめちゃ強いんだけど。なんか SMG 強いよね。
ね。俺はめげずに C1 を取りに行くよ。しんどけ。ジップライン。ジップライン。くせ者。ああよし、 C1 力で押してるね。圧倒的に。みんないっぱい来てる。取れそう。戦車も来てる。あ、戦車乗れるじゃんこれ。ん？乗れるってのはここにだけど。あ、はい。物理的に乗るみたいな。物理的に乗れる。なんか敵降りてきたし。いや、拠点行こうか。そっち行くわ。よいしょー。太陽眩しい。ね、マジで眩しい。とか、はぐれ兵士でもいないかな。絶対いる。おらんな。おらんね。若干敵が見にくいかもしんないな。うん。D2 と、いってヘリー。いて。お、はぐれ兵士。よし。ナイス。まだいるって、2人いるってこっち。え、はぐれ兵士たくさんいる。あ、違う、これタレットだった。もう一人いる。で、あ、助けて。生き返る。生き返る。よし、T2 行こう。うん。あの敵のゴリアテみたいなやつはあんまり脅威じゃない。やった。ナイス。建物をちゃんと盾にして近づかないと死ねるぜ。圧巻。ヘルプミー。強すぎだってサブマシンガン。サブマシンガンそんな強い？一瞬で殺される。分隊員がまだいる。いや、すんげえ敵いるここなあ。動けないわ。わけねえ。ちょうえ B から湧くわ。俺まだいるよ。いけんかったよ。ああ、多分あの戦闘中だからだわ。戦ってる。こりゃダメだ。勝ったー。全体のスコアは出せないのかな。タブキ押してもなんかな。出ないよね。ねえ。絶対100キルとか普通にしてる人いっぱいいるよ、これ。うん、いる。てか70キル以上してる人もいた。うん。1500チケットだぜ。100キルっていっぱいいるでしょ。1200だった。確か1200。